皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜は、浜松町のホテルからお送りしておりまして、今日さっきまで僕は大阪にいたんだよ。京セラで喋って、で終わってすぐに、放送室出てね、で雨降ってたらもうタクシーで行こうと思ったんだけども、雨降ってなかったんで、パラパラって感じだったんで、もう電車で行こうと思ってね、駅まで歩いて、まあすぐなんでね、駅まで、で地下鉄で新大阪まで行って、先週よりも1時間早い新幹線に乗れました。だから早く着けたんだよ。だからさっきまで僕外でご飯食べてましたんで、帰ってきて今、8時35分喋っております。そんな時間帯でございます。もうカズラジも2本撮ってまだアップはしておりませんが、そんな感じでございますね。で、新大阪から新幹線乗って、いつものようにこう席に着いて、で大体僕いつもね、申し上げてますが、京都過ぎて、あ、そうそう、ちょっとBGM 鳴らしましょうか。せっかくだからね。京都過ぎてから目が覚めるんですよね。あ、目が覚めるっていうか、眠りに落ちるんですけれども、今日もその京都の手前で高槻のあたりで寝たね、どうやら。で京都過ぎて目が覚めた。でなんで覚めたかというと、もうほんとわずか10分足らずしか寝てないんだよね、高槻、京都の手前で眠りについたにもかかわらず、京都過ぎで、目が覚めた。なんでか、匂いですよ。斜め後ろの551の豚まん、斜め前の551のシューマイ、美味しいんだよ、美味しいんだけども、これ食べてないね、全然食べてない第三者から見ると、その匂いたるや、まあまあ車内でしょ、新幹線窓開きませんからね、充満するのよ匂いが。その匂いで目が覚めた。食べてる本人たちは美味しいんだと思うけどもね、まあ関係ない人間にとってはまあまあ辛いですわね。匂いで目が覚めるんだなと思いました。牛子さんです。最近サイフォンがあってコトコトコーヒーを抽出するお店ってあまり見かけなくなってしまいましたね。そうだね、なんか寂しいです。子供の頃父に時々連れて行ってもらった記憶があります。私はオレンジジュースを飲んでいましたが、子供あるあるおっしゃる通りですね。髪の毛はね、もう湿気でさ跳ねるのよ。困ったもんでございます。昨日から雨がザーザーすぎて、ようやく中国地方も梅雨入りしました。そうだね、先に近畿、東海、関東が梅雨に入ってね、中国ちょっと遅れたもんね。そうですよね。この土日は雨ザーザーの中、織姫と共に高校生の先輩の水泳の応援に行ってきました。おー、いいですね。で鳥取は田舎なもんで、県一の良いプール、が外プールのため、応援ももちろん外、あ、屋内のプールじゃないんだね、外なんだ。で応援も外で、隣のテントからザーッと溜まった雨水が落ちてくるので、罰ゲームのごとく何度も浴びてえらい目こきました。えらい目こいたね、本当に。そんな応援も途中から楽しくなって、結局は靴もカバンもズボンも全濡れでした。笑いいいね、もう最後やけくそで楽しくなるんだね。ありがとうございます。まあ、なんか何でもこのなんかネガティブな要素も楽しめたらいいよね、本当。素晴らしいと思います。ありがとうございます。それから、緑 NJ さん、実況と移動お疲れ様でした。記憶にある場所が物理的になくなってしまうと、虚しいというか寂しいというか複雑な気分ですよね。ね、思い出の場所がなくなるっていうのはね、本当そうだね。阪神淡路大震災で私が通っていた、中学高校の建物は全壊扱いになって、学校は全く別のところに移転してしまいました。なので、学生時代のことをできるだけ頻繁に思い出して忘れないようにしています。思い出さないと簡単に忘れてしまいます。なるほど。でもそのなんか中学高校の場所が移転してしまって、その建物がないっていうのも寂しいね、確かにね。そうか、普段はそうは思わないんだけども、本来あるべきものがそこにないのは寂しいわね。なんかの都合でふと自分の母校の近くを通ったりすると、やっぱり懐かしいもんね、やっぱり。ああ、まあ確かに新しくはなってるけど、まああのままだわな、この辺はとかってあるもんね。ありがとうございます。それから坂井戸さんは、ところで梅雨の時期は関東と関西のどちらが過ごしやすいとかありますか？一緒です、梅雨ですから。
はい、それからですね、誰これ、あ、ちょっと待って、これは新入り高橋彩さん、ごめんね、名前確認してて分かんないんだけども、6月21日京セラ、ドーム大阪に初めて行きました。あ、毎度あり。6月21日というと金曜日かね。この日森友哉選手のホームランが外野席に入って、オリックスのファンの人とハイタッチができて嬉しかったです。よかったね。グッズも買って高知のキロに昨日着きました。あ、そうなんだ。オリックスの皆さんの試合、また京セラドーム大阪で見に行きたいと思っております。ありがとうございます。高知からわざわざありがとうね。またチャンスを作ってぜひ来てみてください。ありがとうございます。勝ちゲーム見られてよかったね。今年は勝ちゲーム見るっていうのはラッキーな人ですからね。負ける方が多いんだから今のところね。それからリノミザヨさん、いつもありがとうございます。おはようございます。ユーミンいいですね。荒井由実時代、中学生の頃知って心に響きました。限りゆく部屋など名曲だね。さて6月23日の沖縄慰霊の日。あ、そうだね。沖縄戦で亡くなった人々を追悼します。平日なら県の条例で公共機関、学校はお休みです。私は県外企業で働いているので休んだことはないのですが、12時には必ず黙祷します。今日日曜日なので追悼式をテレビで見ます。ユミンの海を見ていた午後を聞いて、あの時の人々は、沖縄の人々ね、まあ、どんな思いで海を見ていたんだろうと思います。毎日平和を考えるのは難しいですが、慰霊の日でいろいろと考えて思うことは重要なのかなと思います。まあ、確かにそのためにもそういった日があるんだよね。そのことをもう一回じゃあ思い出してよ、もう一回みんなで考えようよっていうね、日が必要なんだよな。ありがとうございます。沖縄にとっては特別な日なわけですよね、本当に。ありがとうございます。まあいろんな特別な日があるね、沖縄は。いわゆる、日本の国に返還されたというね、記念日もあるわけですからね。ありがとうございます。それから琉球の折たちさんです。琉球続きですね。コーヒーの味はなかなかわからないですね。あ、僕もわかんない。なんとなく好きな味がどんな味なのか、プチ研究をして、深入りでコクのあるものが自分の好みだなと分かりました。でもそれも俺わからんわ。コクともよくわかんないから。まあ薄いコーヒーであればそれでいい。一方で酸味のあるのは少し苦手。あ、僕も酸味は嫌だな。サイフォンではありませんが、去年コーヒーメーカーをも買ってスタバさんで豆を買って飲むようになりました。いいですね。お家でコーヒー楽しむのはなかなかいいものですということ。ありがとうございます。僕はなんかもう簡単なドリップコーヒーなんだけどね、買ってよく飲んでますね。さて佐賀のりさんですが、今日もまたちょっとエモーショナルなそんな、お便りでございますが、海を見ていた午後の2番を歌っていただいてありがとうございました。ちょうど雨が止んで静かな夜にぴったりでした。ちょっと音外してますけど、お前最初のねワンフレーズの始めるところでちょっと音が上がりきってないの。わかんねえ、もうね。歌っててわかるんだよね。ああ、違う違う、この音違うって。耳だけはいいんで、困ったもんでございますよ。どうもすいません。微妙に外しております。お前さんがおっしゃっていた、あの時目の前で思い切り泣けたら今頃二人、ここで海を見ていたはずという部分。その状況は浮かぶ、素晴らしい詩だと私も思います。この詩の通りではありませんが、近い経験が私にもあります。いろんな霊安の経験おありなんですね。素晴らしいわね。ある駅のホームのベンチに、当時の彼女と横並びで座って話をしました。目の前を電車から乗り降りするお客さんが私たちのことを気に留めることもなく通り過ぎていきます。よくあるね、なんかね、いい風景だ。10本以上の電車が通り過ぎたでしょうか。都会なら10本以上の電車が通り過ぎても、大した時間ではございません。2分に1本、3分に1本来ますから、大阪の地下鉄はね。だから30分、10本やり過ごしても30分程度ですね。でもそれがまた地方ならば10本、1時間に1本なら10時間だよ
そんなわけないか。まあ10本以上の電車が通り過ぎたでしょうか。お互いの話が終わって次の電車に乗って彼女は去っていきました。私はその電車が消えるまでぼーっと眺めていました。そして私は彼女と反対方向の電車に、乗って去りました。それから2人は会うことはありませんでした。ああ、それは最後の時間だったんだね。そうか、その10本以上の、電車をが通り過ぎるのを見ながら、お互いの話が終わり、お互いの話、その話がどんな話だったのか気になりますね。お前は細かいことが気になる僕の悪い癖です。で、あれから随分時は過ぎたのですが、電車でその駅を通り過ぎるたびに、あの時泣いた方が良かったのだろうか、彼女にかける言葉はなかったのだろうかと思います。なるほどね。まあいろんなことをね、あの時もしこうしていたらどうなっているんだろうなっていうことは、いろんな局面、恋愛に限らずいろんな局面にありますよね。ありがとうございます。そうか、十何本以上にね、それこそずっとそんな最後の時を過ごす時間を計るのに、坂上さんは電車の本数、十何本の電車が過ぎていった、そんな時間を二人で話をして過ごしていたという表現をされましたね。さだまさしさんの歌で第三者っていう歌がある。でそれは、喫茶店かレストランかで二人が、テーブルを挟んで座っている。でその時にずっとこう沈黙の時間なりが続くわけですよ。でその時間をさだまさしさんは後の中ではどうやって時間を計っていたかというと、信号の変わる数、ね、テーブルに移った窓際の席だったんだろうね、近くに信号があった、信号のテーブルに移った信号の変わる数を黄色で、つまり黄色が何回あったかで信号が1回変わったと分かるでしょう、信号の数を黄色で数えてという、2人がテーブルを挟んで、辛い時間を過ごす、その時間がとても長く思えたんだろうね。その時間を彼はなんとなく、時間を計るときにテーブルに映った信号の黄色の数で、あ、何回信号が変わってる間俺たちはこうやって黙ってるんだっていうふうに思うという詩があるんで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまたね、勉強します。